設計画。当時日本は戦後復興に向け工場がフル稼働、電力が不足していた。一般家庭では停電も相次ぎ生活を圧迫していたという。そんな中、政府は電力確保のためダムを作り発電所を建設する計画を発表。まさに日本各地でダムの建設ラッシュ、その数は128カ所にも及んだ。城川村から日本海へ続く庄川水系は傾斜が急で水量が豊富なことからダムに適した地域。